は、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ヨンヌ県のコミューン。ロマネスク様式のサンラザール境界1610年頃のアバロンこの地には、ガリア系のアエドゥイ族のオッピルムがあった。この都市は、オータンの州に依存していたとみられる。アントニウスピュースはその皇帝の中で、アバロネについて触れている。このアバロネは、ローマ時代に描かれた地図タブラペウティンゲリアナでは、 アバロと記されており、これに設備時のマイナスを1がついた。モルバン山地にあるアバロンは、オータンに暮らす裕福なガロローマ人家族を引きつけていた。彼らはこの地に、神殿、裁判所、劇場を作った。この地は長く軍事上の要所でもあった。5世紀後の信仰時代、その名はアウアロネムカストルムであった。城が古い都市の上に建てられた。 神殿は聖母マリアに捧げる礼拝堂となった。ローマ軍人が暮らしたプラエトリウムは司法の場として残った。劇場は1765年まで発見されなかった。この時に発掘されたのは古い座席、6つのメダル、墓所、武器、アンフォーラの破片であった。7世紀、修道士ジョナスはカバロネムカストゥルムについて言及した。街の運命は、 ブルゴーニュの運命とつながっていた。時には独立王国となり、時にはアウストラシアに併合された。カール大帝は806年に法令の中でアバヨンとオーソワを類計験王へ授けた。817年にこれらはアキテーヌオーピピン一世のものとなった。三十一年、ブルゴーニュ公ジズルベルト脇兄弟ラウールと争ってアバロンを獲得し、 オおせる白領に併合した。1002年、ロベール王は、オトンギヨウムからブルゴーニュ公領を取り戻すことを望んだ。アバヨンは3ヶ月間包囲され、飢餓状態に追い詰められて降伏した。町は荒らされ、住民は虐殺された。アバヨン住民とノードは、3人の主人に仕えていた。ブルゴーニュ公、サンマルタン修道院長、サンラザールの教会法である。 第4回十字軍に参加する際、ブルゴーニュ校はアバロン住民を解放し、コミューン検証を授けた。1110年には修道院長がブルゴーニュ校の真似をした。一方で、教会法は適用が諦められただけで、陰では強制されていた。住民は、統治するための4人の参事官を任命する権利を持ち、王の選択に従属して、 民衆隊長を防衛のため提供した。そして14世紀頃に第三部会がブルゴーニュ議会で開かれれば代表を二人送っていたのだった。15世紀初頭、塔と城壁が廃墟となった。ホールデピスという集団の資料が1433年に8ヶ月間アバヨンを領有する間、この暴挙を行った。試練から回復するのに20年かかった。住民は、 コミューンの中心に監視用の四角い系統を建てた。道路は舗装された。1543年、人口がかつてのほぼ3倍となった。しかしユグノー戦争がコミューンの良い状態を維持させなかった。1590年、カトリック同盟軍がコミューンに甚大な被害を与えた。雷がサンラザールド系統とショート系統に 1589年と1595年にそれぞれ被害を与えた。陰鬱な時代を移すものとして、1531年と1587年には国死病が流行した。17世紀は装飾の時代だった。1713年には病院が再建された。1770年に役場が建設され、1791年に サンジュリアン協会が廃止された。フランス北東部やポーランドでスーパーマーケットを展開しているシーベルグループの本部がある。ありがとうございます。